ってるこのオメスの新システム、かわいい、自宅でね、はい、こうフルトラができる仕組みがですね、はい、ついに完成しました。やったー。あの引っ越し前は、うん、VR の外部センサー あのベースステーションをね4本立てて、うん、バイブトラッカーでねこうトラッキングしたんですね、うん、そうなんです。ですが、はい、トラッキングのね数の問題で2人とも足のトラッキングできてなかったの。そうなの。でもこんなにねもうできる、そう動けちゃう、ふれそれができるようになっちゃった。やばいね。まあね、これも全て、はい、モコピのおかげですよ。ほんとモコピ様々です。セベセベモコピっていうね、うん、フルトラのやつがありまして、はい、こう2人でね全身フルトラッキングができるようになりました、はい、おめでとう。しかも、はい、なんとこちら UE5 です。何、脱ユニティかな。えユニティ脱、ちょっとユニティさん株どうなっちゃってんの。何が何何、いやもう私90ドル円で買ってるからね。何ちょっと何、いやモコピもですね、ああ大型アップデートがかかりまして、はい、腰上の有線トラッキングとか、うん、あとスチーム VR でも認識されるようになったりとか、はい、進化してますが、はいはい、一体、はい、どのぐらい動いてもいいのか、うん、限界を知りたい。うううということで、はい、今日の企画はドバン、骨折したら即終了、うん、モコピどんだけ動けんのなんだこう VR だとね、はい、たまに腕とか足とか変な方向に行っちゃうことがあって、あ、分かる分かる、よく骨折してるでしょ。めっちゃ分かりますそれ。骨折してるのじゃ、いやさすがにね、ああモコピなら大丈夫なんじゃないかなと思いまして。いやどうかな、いやもうだってもう新システムだからね。確かにさすがに骨折しないと大丈夫でしょう。そうだね、そうだね。ということでお互いにこう監視して、はい、骨折したかチェックしてくださいね。わ、うん、かりました。本当に骨折したらどうすんの。え本当に骨折したら負けです。それも当たり前でしょ。嘘、本当に骨折したら負けだ。そりゃバッベそれでは、はい、やっていきましょう。ゴー、オメシスのどうだ。じゃあ、はい、第一競技、はい、縄跳び。いやもうね、紐今持ってますよ。持ってるよね。はい、もうかなりマジで、うん、持ってるよ今。こう大丈夫かな。骨折しない方が勝ちだからね。分かってるよ、マジでしないと、うん、いいよ、いい、しっかり監視してるから。いくよ、いいよ、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、飛べてる飛べてる、8、9、10、飛べてる、あ、飛べてる飛べてる、え、飛べてんだけど、え、手飛べてる、マジすごいじゃん、飛べてた今、うん、じゃあ二重飛びしてみる。あ、そうね、いくよ、いいよ、せーの骨折はしてないわ。すごくない？してないしてない。クリアじゃない？クリア。クリア。うん、ちょっと待って。やった。じゃあ次私。しゃあ。いいよ。じゃあレイちゃんの。うん。いきますよ。ちゃんと見とくからね。いいですよ。うん。何？はい。私腕長いかな。何かな。あ、できてるできてる。すごい。何それ。何縄跳びやったことある。あ、すごいすごいすごい。あ、すごい。お、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 え、すごいすごいすごい。え、すごいよ。全然骨折してる。え、すごい。二重跳びしてみ。二重跳び。なんかね、腰がつった。え、せ、いいよ。え、あ、なんか腰が。ふむ。なんかちょっとなんか怪しい、雲行き怪しかったけど、まあセーフだね今のは。まあまあまあセーフセーフセーフ。余裕だと縄跳びは結構ね、そんなにね、僕は飛べてたよね、まあ、全然飛べてたし全然早かったし、うん、全然いける。まあ疲労感やばい。いや私結構全然得意だからさ縄跳びとか。マジかよ、うん、第二競技、はい、イストリゲーム。え、二人しかいないんだけど、え、どうやってやんの。え、どうやって。一人ずつやります。一人ずつ、はい、え、曲は、うん、まあ、やらない方が歌って、うんうん、ぐるぐるね椅子の周りを回るでしょ、はい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 、歌を途中で止めたら、うん、全力で座ります。え、人がいるかのように振る舞うってこと。そうだよ。なるほど、いいや。そうですよ。いやむずじゃああんたからやんなよ。わかんないよ。いいよ、真ん中に椅子をね、まあ、ちょっと見えないけど、ここに椅子置くわ。じゃあ歌ってね、せーの。ラン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 。判定が難しかった。
よっていうのなんかね骨折あったでしょ、骨折してたのかな、それはちょっとね今の判定不能でした今。してなかったってことじゃない、それは埋まってはいたんだよね。でもさ骨折と埋まりは違うから、まあ確かに、セーフセーフセーフ、次オメガレイ分かんなかったからね、判定ちょっと不能だったからセーフか、ちゃんと見てないやつが悪いや。そうじゃあ私が次やりますマジで、本当に人がいるかのようにやってやる、よし、そこに椅子がある、いいよ、じゃあ行くよ、うん、最強最低最高いつだって感動して痛いもんさ、クソゲソゲソ愛してガラクタ想定外境界線喫茶店したい絶対本当に嘘じゃない、なんでだけど、なんでだけど、今今今なんか浮いたよね、骨折、はい、骨折とは言わないよ全然、あなんか全然大丈夫じゃない、結構なんか大丈夫じゃない、すごくないホコピー、なんか普通に全然激しい動きしても、え全然全然しないわ、全然平気、むしろ普通に手曲げた時の方が、えマジか、すごい、マジですごいわ、すごいんだけど、えやばいこれ挑戦しがいがある、じゃあはい第3競技、何何何第 3! 逆立ち、えできますか逆立ち、まあ余裕だよ、ね、私体幹はかなりいいんでね、私もうなんか全身つっちゃうかも、えマジあんたさちゃんと体力つけないよ、私も結構ついてるからさ、なーなのなマジかよ、うん、やるか、あんたから行くか、また逆立ちな、うん、よっしゃ、逆立ちってまああの壁に足つけて、まあ、こういう、ああそれやっていいんだ、うん、あこっちでも壁、こっちの壁の方がいいか、じゃあ行くぜ、いいよ本当にできんの、あんた逆立ちなんて、あ今気が入ってる、気合入ってる、降りてるから見なきゃいけない、行くぜ、すごいすごい、よーし、あ大丈夫だろまだ、行くよ、いいよせーの、はいいやいや今何今今降りたのかと思ったけど、いいよ、はいえせーの、えはいなるほどなるほどね、なるほど、どう逆立ち、オッケーオッケーだよ、いいよいいよ、もういいよいいよいいよ、しゃー、はい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 、どうだった、折れてないんだけど、うん、頭立ちしてたあの頭が地面についててこういう感じ、こう頭と手の位置が同じ位置、なるほど、まあ折れてはないか、あ折れてはいないな、確か、じゃあ次私、はい、いいぜ、いくぜ、できんのか、おいいよいいよいいよ、すごい、なんかすごそうすごそういくぜ、強そう、いいよいいよ、怖いなマジで、できんのか、いくぜ、気をつけて、うん、あーなんか危ない、なんか惜しい、なんか折れそう、惜しい、何、惜しい、折れる惜しい戦いになるんだけど、せーの、はい、あー待って、待って、早くやんないと、早くやんないと、なんか、はい、なんか爽快しちゃった、なんか爽快しちゃった、レイちゃんレイちゃんレイちゃん、えー、何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 、おしっこ出ちゃった、ほら見て、えそれに、それ、今日鳴られた、やばねえあれえなんかえ折れちゃった、どこよ私は、折れちゃったんじゃない、ほら見て左手、ほらえ折れてるじゃんえ折れてるじゃん、しかも、うん、戻んなくなっちゃった、これえ折れてるじゃん、かなり折れてるなんでよ、あんたも折れたからあんたの負け、もう、あの勝つ人が即終了なんで、折りにせよ折りにせよ、あんた全然折れてるよ、やだダメだよ、やだよ、あんた変なとこ行って折れて帰ってきたよ、でも出しやがって、まあちょっとねなったんだよ、出すんで皆さん逆立ちしたら屁がたまりますよはいということで、はい、いや基本そんなに折れないよね、いや全然折れない、いい感じにできた私も、で最後 の、 あの逆立ちだけ、うんうん、何が原因だったのかな、ちょっとね、いやあんたの多分動きだ、動き方じゃない、やっぱ結構ゆっくりちゃんとやったんだけど、ゆっくりじゃダメなのモコピって、あっ素早くやらなきゃ、あそうだよね、そうだよ、分かってなかった、あんたのあんたの範囲はモコピを分かってなかったの、なるほど、そうだ、モコピが好きは結構素早くシュッとね、シュッとやることでこ う、 う手もシュッとね、もうシュッとやんないといけないから、ゆっくりやっとダメなんだよね、早く即終了なんだから、はい、いやもうぜひ皆さんも、はい、モコピでフルトラやってみてください、やってみてください、チャンネル登録とエクソラもよろしくね、よろしくね、それではまた次回お会いしましょう、またねバイバイ。